こもモナールチャンネルのマサです。モナーボーナー、そしてどうも翔平 TV です。よろしくお願いします。狭山中央ボーイズの練習に潜入。イエーイ、ありがとうございます。いやもう翔平さん様々でございます。潜入担当のですね、埼玉県の強豪のボーイズチーム狭山中央ボーイズに潜入させていただけるということで、でこの狭山中央ボーイズっていうチームはですね、狭山西部ボーイズというチームがもともとありまして、そこがものすごい人数が多いと、超強豪だと。はい、大会に出るにあたってやっぱ素晴らしい選手がたくさんいるのにやっぱ9人しか出られない、これもったいないということで、もう一つ別のチームを作ったんですよね。それが狭山中央ボーイズです。150人以上いるっていう、すごいですよ。すごい、意味わかんない。はい、でその狭山西部ボーイズはもう3年連続全国大会出場と、で狭山中央ボーイズのメンバーももう素晴らしい選手がたくさんいらっしゃるということで、今回室内練習の様子をお届けできるということで、早速練習に潜入していきたいと思います。よいしょー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの野球の YouTube やってまして、ボナールチャンネルと翔平 TV って言います。知ってる人多いですか？おー、お願いします。お願いします。レゴエッチエイレゴエッチエイエッチエイエッチ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 エッよいしょ、決勝しよう、決勝しよう、見て見て、これ高があるわ。野球系の YouTube 見る人、よく見る人、ボナールチャンネル知ってる人、めっちゃ知ってる。おー、翔平 TV 知ってる人、微妙じゃないか。パン写真は力強い。うん、めちゃめちゃだいぶ振りが強いっしょ。しかも木で打ってる、綺麗だ、綺麗、綺麗だ。わかんない、僕たちの中学生のイメージと全然違います。本当ですか？高校生クラスっすよ。あ、確かに確かに。いきます。今のバッティングって選手にどういうことをなんかお伝えというか、まあ、基本的にやっぱこの軸でしっかりと回る、はい、うん、これがカリオのバッティングのやっぱ基本として教えてますから、ね、はい、あとは、軸で回ることができたらやっぱ前にも突っ込まないん で、はい、でやっぱ今体の小さい子とかパワーのない子ってやっぱりどうしても体全体で打とうとするんで、はい、やっぱりどうしても前にこう突っ込みがちになるんですよね、はいはい、だからそれをやっぱり軸で回りさすことを意識さすことによって、突っ込みも軽減できる、まあ、そこ結構重要ポイントでした。あ、なるほど、うん、選手みんなすごい力強いバッティングされてますよね。うん、本当ね、ここ3今このメンバー3年生なんですけど、はい、やっぱ2年生から3年生の時期にかけてやっぱ一番成長しましたかね、はい、本当1年生の時から見てますけど、やっぱ1年生の時はね、なかなかこう外野にもボールが飛ばないっていう時期が結構こう長く続いたんですけど、やっぱりずっとこう平日練習を含めて、ね、週末ずっと T はもう最低でも800スイングとかね、うん、必ずやらしてたんで、それはここに来てもちろん体の成長とともにね、はい、強いスイングをできるようになっている子どもたちが増えてきたかなというのは思いますね。はい、狭山中央 の中でレギュラークラスなんで。あ、そうです、はい、選手たちが打ってるバットは木のバットですか、竹ですか？とね、T は木です。木で、 T は木で打たして、で、はい、フリーバッティングもいつもはね竹とかで打たしてるんですけど、今日は
カーブを打たすんで、はい、なかなかこうカーブって言ったらね、まあ、ストレート打つのより難しいんで、はい、今日は金属で打たせてますけど、はい、まっすぐとか打たすときは基本的には木とか竹で打たすケースが多いです。やっぱりここですごい力をつけた選手たちは強豪の高校入ったりとか、そうですね、今までねうちの小野代表が築き上げたまあ、ネットワークっていうんですかね、そういった意味でやっぱ強豪校に行く子たちも、ね、多いんじゃないでしょうかね。結構増えてますね、うん、増えてますね、はい、埼玉県の高校って言ったらね、もう名だたる高校の、ね、多分ベスト8とか行ってるような、ねはい、高校にはもう誰かしらは行ってるんでね、毎年 ね、はい、あ、すごい、これはすごいな、ちょっとね、はい、ちょっとね、カメラの位置が難すぎる、なんだなんだ、鬼のようなパワーですね。すげえ。うちは天国、外地獄です外に地獄が待ってます。はい、かっこいい、金、黒銀、いいね。埼玉中央ボーイズ最高、イエーイ、ありがとうございます。みんな笑い、みんな笑うんだって、笑い、両手に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 、業界だらけ、アキレス腱グローブはこれプラスこちら、見ましたこれ、はい、HZプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須
ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンダナさんの、インスタを貼ってますんで、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。抱き抜いた切れ玉で